皆さんこんにちは。中学1年生13歳の斉藤彩乃です。よろしくお願いします。彩乃はこの前お友達とその映画をすずめの戸締まりを見に行きました。なんかその周りにも行った子が何人かいて、その絶対泣くよ彩乃はって言われて、その彩乃って結構感動したらその涙とかあまり流さないタイプなんですけど、なんかみんなに泣くよ泣くよって言ったらなんか意地張っちゃって絶対泣かないと思ってたんですけど、なんか後半の方にすっごい感動するシーンがあって泣いちゃいました。ちょっと泣きちゃったんですけど、そのすごい感動して、なんか彩乃の性格上映画はその1回までなんですよ。なぜかその1回見たらもう終わりみたいな感じなんですけど、なんかすずめの戸締まりはなんか2回見たいなって思える映画でした。そしてまだ予定も決めてないんですけど、その公開終了ってあるじゃないですか映画に。で前それでその1作品見れなかったので早いうちに見に行きたいなって思います。それでは曲を聴いてください。ブルーバード。